はい、というわけで引き続きレイアウトの変更をしていきます。気づいたら1時間ぐらいやってたわ。ここひとまずわざと空いてる感じになってるから、カフェと本屋が相性いいから、本屋とグッズショップ。グッズショップの企画に売店を持ってくる。この辺かな。で、グッズショップ単体じゃ役に立たないから、ここの企画に薬局持ってくればいいか。本屋とカフェはくっつけてある。違う。本屋と PC。
PC の裏にマッサージチェアを持ってくる。フライトショップ違うな、レンタル屋とシミュレーション、シミュレーター薬局の近くに、本屋と美容室か。まあ、いっか。で、薬局作った。
一旦ここどかした。めっちゃありがとう。ごめんだけど来てたこと忘れてた。正直なんだろうなこれ。
まあさすがに売り上げ下がるか。ここいらができる限界かな。もう
椅子がだいぶ余った。しばらく放置。いやー無理。かもなんかできる気がせん。食器が増えてもあんま嬉しくねえ。
復習機は何とかかる。人気65市、空港人気310。ていうか緊急ポイント今残りいくつ溜まってんのかが分かんないんだよな。なんか伸びた。ああ、そっか、ゴールデンウィーク期間で伸びてんのか。マイナス390だった。